あまりやってなかったわね。たまには美少女ものでも遊ぼうかしら。なら私の故郷のゲームでも遊んでみる？あなたの故郷ということは PC 大陸のゲーム？うん、おすすめの純愛もののアドベンチャーゲームがあるの。あなたがそこまで押すならちょっと興味があるわね。せっかくだし遊んでみようかしら。ならこれはどう？異世界からやってきた少女と事故の後遺症に悩む青年の純愛もの。これはなかなか面白そうな組み合わせね。泣ける予感がするわ。あ、けどこれノワールの年齢じゃ遊べないかもしれない。まあ、まさか R18？ そっか PC 大陸のゲームだものね。どうしようかしら。お色気要素はほとんどないし、純粋にノベルゲームとしておすすめなんだけど。18歳未満？その点は心配いらないわ。守護女神っていうのは年を取らない存在なのよ。だから未成年が作中で R18 のゲームをプレイするのは問題だとかそんな議論が起こることもないから安心して。それじゃあせっかくだから勇気を出して遊ばせてもらうわ。純愛か楽しみね。それじゃあパソコンにディスクをセットしてっと。ゲームスタートよ。ギャーニトロブラスター！このゲームはなの？ん？アドベンチャーゲームだけど。主人公以外ほとんどグロ肉じゃないの。しかも背景だけじゃなくてスチルもグロばっかりで。 R18 だって言ったはずだけど。これは R18G よ。 G！ 内容はどのエンディングも心打たれるくらいいい内容だったのに。全ルート遊んだんだ。もちろん、だって面白かったんですもの。あれを気に入ってくれたなら次は三角関係の学園物を貸してあげるわ。これも純愛物で。もう純愛はお腹いっぱいって。